はにゃーん。鉄人28匹ギコと、またありしていってね、Cでーす。今回は学生証をうつするスレを紹介するよ。普段はアホなことや無駄なことに全力を尽くすビッパーだけど、どんな学歴なのかな。大学の偏差値を一覧にしてるページがあったので、概要欄にリンクを貼っておきます。それではビッパーの学生証をうつしてもらおう。これは2012年2月2日に立ったスレ。学生証うつスレ、ビッパーの実力を見せてくれ。浪人生活最後のモチベージに協力してくれ、頼む。ほらよ、俺も試験勉強頑張るからお前さんも頑張りな。おお、いきなり兄弟ですかい。頑張ります。強いらんでいいなら春を。構わないです、お願いします。ほらよ、頑張れよ。ありがとうございます。強いらんなんてとんでもないです。ほいっとな。ありがたいです。やっぱり大学生って憧れます。で、一はどこの大学狙いなんだ？せめて学部とか国立は私立とかでも。一応国立です。私立は二つほど受けます。てか一はどっか予備校行ってるのか？自宅浪人でした。かなりこの一年辛かったです。東大が来る前に。千葉大。やっぱりすごい人もビップにはいるんですね。字が綺麗で惚れた。大学行ったら本当に好きなことできるから頑張って。引き続き勉強するも引きこもるも遊びまくるも、インドに行くもホストになるも何しようが全部自由。だからあとちょっと頑張るんだ。あとちょっとですよね。最後まで頑張ります。ちなみに志望校は京大です。私立は慶応経済と学問一受けます。なんだ、もう行きたい大学の学生証一つ見れてるじゃん。運いいな。いきなりで焦りました。お待たせ。目的なく漂い大学入っても入った後で苦労するよ。何でもいいから自分の目標を定めとけ。すごいですね、本当に尊敬です。教訓にさせていただきます。やっぱ高学歴多いな。東大京大に比べるとささやかな大学だけど。ささやかなわけないです。すごすぎです。字の感じから頭の良さが伝わってくるな。やべやビッパーって高学歴多いな。すでに宮廷大3つも出てるとかすげえな。一も頑張って仲間入りできるといいな。自爆大学だお。放射能大丈夫なんですか？周りに東北方面受験する人たち多くて少し心配です。低学歴ですまそ。ここまでしてくれなくても、ありがとうございます。第一志望に受からんと絶対後悔する。絶対に第一志望に受かってやります。ありがとうございます。あと少しだから頑張れ、おやすみ。半大、宮廷揃いそうな予感が、ありがたいです頑張ります。死ぬほど好きなことできるぞ。浮かれ浮かれ。もう少しの辛抱ですよね。最後まで諦めずに頑張ります。東大京大半大が出た後じゃな。また宮廷ですか。やっぱすごい。北大とかかっこよすぎです。あと東北大学と九州大学で宮廷で揃うな。F ランが来ました。立派に国立じゃないですか。全然 F ランじゃないです。さて、そろそろ俺の出番か。なんかかっこいい。ほんと早く大学生になりたいです。そろそろ宮廷を揃えようか。宮廷本当に揃えそうな勢い。なんか怖くなってきました。あとは東北大学だな。九州の慶応わらが来るー。なんか大学生活裏山です。ゴミ駅弁。ゴミって、言い過ぎですよ。国立行くだけで親孝行だと思います。おう、俺の地元三重だ。頑張れ。頑張ります。それにしても東工大ですか。すごい。東工大来た。8年入学の2年生です。恐れ多いわ。連続で理科大とは。お前ら結婚しろ。みんな頭良すぎわろた。ほれ、BGB とだけ言っておく。東北来た。あと名古屋だな。最近の学生証ってみんなかっこいいのな。濡れた。なんか古い人来た。東大、京大、阪大、東工大、東北大、明大、北大、九大、東京外語大、早稲田、慶応か。なかなかだな。すげえなみんな。高学歴多すぎわろた。わろた。ここで小学生が名札晒してきたら笑えるよな。名札とか懐かしいな。逆に見てみたい。探すから待ってて。期待。お待たせ。顔写さないでいいから、今着てる服に名札つけて写メ撮ってうつ。これでいい？予想の斜め上。
なぜに裸なんだよ。風呂上がり。マイナーすぎて知ってるやついないと思うけど。なんか知らんとこ来た。デザイン系がある国立っすわ。どうも、名古屋大学生の友達です。いらん帰れ。まあそう言わずに。おい、おい。また東大。ちょっとあれですね、やばいです。化け物レベルばっかり出てくるな。高学歴どんだけいるんだよ。お前らなんでVIPなんかに来てんだよ。未来のために俺たちを引っ張ってくれ。ふひ。で、出た？ワクワクさん大学。初めて見た、すげえ。タモリクラブ出たことある？ないよ、俺学部違う。こんな俺だけど、来年度から月収20万オーバー。低学歴らしいけど頑張るよ。完全に出遅れた。受験は辛いけど、振り返ってみてみると一番楽しい時期だったって心から思えるよ。頑張れ。嬉しすぎます。今までの辛かった日々もきっと意味のある時間だったんですよね。あと1ヶ月本気で行きます。うは。わあ、お茶代初見だわ。お嬢様ばっかりなの？全く全然ちっとも。普通に陰口とかあるし普通の女子校って感じだ。お茶女と合コンしたい。なぜかリサ。普段使わないけど。おう。シドニー大当て。海外来たー。やっぱり深夜の学生ショーすれは盛り上がるのな。東京農業大学と勘違いされがち。都内の国立はなんだかんだですごいです。最近学生証がリニューアルされて浮かれてた F ランだけどみんな高学歴すぎ。学歴より大学で何をするのかの方が重要ってことに入ってから気づいた。ほら企業みたいなストラップ付きだよ。企業みたいだな。常に首から下げとけってことなのか？特に義務付けはされてなかったよ。はいはい F ラン。現役の頃は東京に憧れてました。知名度はとても低いです。この手のスレで上がってんの見たことないのでうぷ。医学科だと。いずれは平成大学とかできるんかな。味噌の国から来ました。宮廷揃った。名古屋来た。でもサイズ小さいな。宮廷大揃ったな。宮廷フルコンプ来たか。クソバカド底辺国立。俺がうぷすれば国立はみんなさらせるだろ。雪大丈夫か？関西から来たからマジで驚愕してる。それにしても工学とか電気系多いな。工学部や電気系は絶対数が多いからな。国立底辺大学。山形、一度行ってみたいです。キャンパスも広かったりするんですかね。工学部だからキャンパス違うんだよね。多分狭いと思う。けど案外便利な街だ。博士課程のおっさんは他におるか？半大って外部から論出しにくいって聞きました。なんか院まで行くと別次元ですね。俺は理学研究科しか知らんが、外部は割と多い。論打が一番難しいのは京大だと思う。実際に俺は論打失敗しました。そうなんですか。やはり院まで進むことを考えると私立よりも断然宮廷ですよね。ほい。鹿児島と岡山って同じ感じなんですか？鹿児島は知らんけど熊本は同じくらいのはずやで。あと金沢とか名古屋市立とかがこのあたりかな。なんで解明してもうたん？武蔵から変わったんですよね。画像小さいけど。スイカ？エフランスマン。ちょ。今まででトップだな。ハーバードの学生証は留学でもらえるよ。イカシカとかだっけ？そうなんだ。でもハーバードに留学できるのって限られた大学だけだろ。せっかくやし自慢しとこう。やっぱ京大かっこいい。しかも仏校。すごいわ。京都は良いとこなんで早く合格してきてくださいな。ありがとうございます。早く京都で暮らしたいです。ジーマーチって言いなさいよ。無駄に高学歴なやつ多いな。エフランだが。やべえな、生で拝んだのは初めてだ。高学歴の自覚ありながらわざとエフラン呼ばわりするのやめろ。それにしても学歴ヒエラルキーの頂点か。みんなわがままに付き合ってくれてありがとう。いろんな学生証から刺激を得られた。最後になるがこれは釣りではない。それじゃあこのスレの受験生全員が合格することを祈る。またねー。頑張れ陽一。東大生や医学生が厨房とかニートとかと戯れてるってネットってすごい。今回は学生証を浮くするスレを紹介したけどどうだった？ビッパーの学歴高すぎてヤバいわ。学生証を晒してるのは学歴が高い人がほとんどなんだろうけどな。それでも東大やマーチ宮廷が2チャンネルやってるってすごいわ。高学歴とニートや底辺まで集う場所にチャンネル。
皆さんの感想も聞きたいのでぜひコメントで教えてください。このチャンネルでは2チャンネルの面白いスレを紹介する動画を投稿しています。動画が面白いと思ったらチャンネル登録をしてもらえると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。